皆さんこんにちは。アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクル天翔院 H 役の笹森ひろきです。ただいま、ビジュアル撮影が終わりました。ビジュアル撮影をするのは3度目なんですけども、前回がね半年前ということで、まだまだ H の感じが自分に残っていてとても嬉しかったです。またですね、気の知れたメンバーとアンサンブルスターズを作っていけるということで、とても僕自身楽しみにしております。それでは劇場でお待ちしております。こんにちは、アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクル響き渡る役の安井一馬です。今ビジュアル撮影が終わったんですけれども、僕がこの、フィーネの衣装を着るのは実にもう5年ぶりとかですかね。本当に正直今から緊張もあるんですけど、それ以上にすごくワクワクが止まらないです。アンステの本編にまた戻ってこれることができて本当に嬉しいです。そして何より、響き渡るとして、アメイジングを言えることがとてもすごく楽しみです。皆さん今晩もぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん劇場でお待ちしてます。バイバイ。皆さんこんにちは。アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクルにて伏見ゆずる役を演じさせていただきます、飯山優太です。はい、今ですね撮影を終えたんですけども、非常にですね前回からまた日にちが空いてゆずるくんのこの衣装を着まして、ゆずるくんだったらどう動くかなだったりとか、ゆずるくんが、撮影アイドルの撮影だったらどんなポーズをするのかななんてこういろいろスタッフさん方とですねお話しながら、また新たな魅力を引き出せるような撮影になったのではないでしょうか。どうですか、いい感じですかね。そうなっていれば幸いでございます。はい、そして声 H 役のひろきと、非常に楽しみにしつつ、さらにね、また、新たなキャストの方々も加わって、非常に、パワーアップしてまた皆様のところへ帰って、来れると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。僕たちもまたね、いろんな、みんなのサポート、そして自分たちの、魅力だったり楽しいところもたくさん探し出してお届けできるように頑張ります。お楽しみに。皆さんこんにちは。アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクルで森沢千秋を演じます佐伯亮です。たった今ビジュアル撮影が終わりました。約ですね1年半ぶりにこうやってまた森沢千秋を演じれることが本当に嬉しいですし、このね赤い衣装を着るとなんか心の底からこう情熱が湧いてくるように、本当に気合も入りますし、楽しく撮影することができました。今回の公演はですね、流星隊は僕だけしか出ないので、他のメンバーの思いを持って、明星すばるくん、そしてトリックスターを全力で応援したいと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それでは皆様劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクル青葉紬役の工藤ひろむです。はい、今ビジュアル撮影が終わりまして、先日ね紬くんが誕生日だったんですよね。でこうしてまた今年ですね2回目の紬くんを演じられるということで、すごく楽しみにしております。前回 のトラックトゥミラクルではトリックスターのサポート役という立ち位置で、ちょっと紬くんはね裏でいろいろ動いて頑張ってたんですけど、今回その後編の続きのお話ということで、まあ、今回は紬くんがどんな役回りなのか、正直僕もまだ未知数なところではあるんですけど、すごく楽しみにしてますので、皆様もぜひぜひ楽しみにしていてください。アンサンブルスターズザステージウィットネスオブミラクルは10月7日より東京、京都、大阪にて上演いたします。それでは劇場でお待ちしております。バイバイ。